で、ピックアップは、そこ前の動画でも言ってましたけど、シングルコイルは自分バンザントよく使うんですよ。てかバンザントしか使ってないですね。バンザントのヴィンテージプラス自分好きで、あれストラトとかのタイプにはよく使いますね。でちょっとなんかやっぱりストラトって大体皆さんリアを悩むじゃないですか。パワーが欲しいって言って、あのリアって結構パワーありすぎるものに変えちゃって、もう音量差がすごいんですよ。だリアがもうパワーでかす、音量がでかすぎてフロントとセンターの音量と釣り合わないみたいな、そういう感じになるとちょっと使いにくくなりますよね。今度は逆に、まあそれがいいって変えてるんだったらいいんですけど、だそれにやっぱちょうどいいのがやっぱバンザントのロックだったり、フロントセンターをヴィンテージプラスにしてリアをロックにするとか、そういう風にやったりはしますね。もう話しながらだとなんかもう全然うまくあれって、あれこれ間違ったかみたいになりますね。ピックアップもちょっと作ってみたいですよね。あれって一応なんかミシンみたいな、なんかもう回るやつにこうコイル巻きつけて巻けば、まあ巻いていけばいいんですけど、あれ今って機械制御できるらしいですよね。機械制御っていうか、まあ多分物が安いから全部自動機械で作ってるとは思うんですけど、わりかしなんかもうアプリみたいなのがあるみたいで、その回転数を制御するみたいな、だそれ使えばなんか自分でこの巻き数、あと巻くなんか回数とかも全部指定して、その巻けるみたいなアプリがあるみたいですよね。いや本当便利な時代ですよね。よしできた。できたで、これだけ。あとピックアップの、あ、そう、なんか結構ブログみんな読んでんですね。なんかあのピックアップのあの高さ、ポールピースの高さのやつの話も聞かれて、あ、意外とみんな読んでんですねって言って今日話したんですけど、シングルコイルのランダムポールピースって使いにくいじゃないですか。使いにくいって具体的に音量バランスが悪いじゃないですか。そもそもあれ昔の、例えば昔って弦の太さが太かったんですよ。だ例えば3弦も巻き弦だったんですよね。だその3弦が巻き弦っていう状態に合わせてあの高さができてるから、今ってこの3弦がプレーンになってるじゃないですか。だから今度は逆に音がでかすぎるんですよ。だから3弦の音でかいですよね。あれこれなんだ、だ3弦の音がでかいから、12弦から3弦に移った時にいきなり音量が結構上がるんですよ。まあ引っ込めさすんですけど、あれってロー付けあるじゃないですか。中にこうロー染み込ませて、でだ中って隙間がローで全部埋まってんすよ。あれ下手するとこのポールピースをこう押し込んだ時にロー、固まっているローを引っ張られて、下手したらコイル引っ張って切れるんですよ。であれやるときは本当に気をつけた方がいいですよ。気をつけたか気をつけられないですけど、最悪音が出なくなるって覚悟した方がいいですよね。だから下手にはやれない方がいいですね。だからなんでポールピースをネジ式にしないのかってすごい謎なんですよね。あれでいいと、まあ昔がああいう形だったからですけど、あれで解決しちゃってるって思ってんですかね。だか音量バランスって普通に合ってないですから。あ、でも合ってるやつもあるんですよ。ジェームス・タイラーのピックアップ、あ、自分のギターにも乗っけてんですけど、あれポールピースの高さの音量バランスが最初から良くていじらなかったですね。
だメーカーがこの辺ちゃんと分かってて、最初から音量バランスがいいように作ってるっていうパターンもあったりしますね。あれ、このパーツ、あ、あるか、こっちか。ポールピースの高さを揃えて、でもあれ大変なんですよ。あれピックガードつけたままでグッと押し込んだら、下手したらピックガードが持ってかれますから、あれやるときは全部外してピックアップにした状態でやって、また組んで、また音ちょっと違えなと思ったらまた外してって繰り返すんですよ。だからあれ結構しんどいです。 でもそれだけ手間暇かけて作ると結構いい音になりますよ。あ、自分の工房の、その自分のギターはそうやってやってますね。ベースとかも同じですよね。ベースもなんか4弦がでかいパターンがあったり、4弦が小さいパターンがあったりとかしますけどね。ディマジオとかのピックアップは六角でポールピースの高さ調整できるからすごい便利なんですけど、他のメーカーが、まあ、G&L は最初の元のやつがついてますけど、ポールピースの調整がネジ式でできるやつは話早いんですけど、できないやつはもう自分の手でやるしかないですね。いやー、だからもうこのドライバーとかネジでもできるやつがほんと便利なんですけど、ハムバッカーとかは普通にこうネジでできるじゃないですか。シングルコイルもそれが普通になんないとまずいですよね。ハムバッカーはそうやってもう構造がネジで音量バランス整えられるから、そこは全然いいんですけどね。だからそっちもなんか調整なんですよ。だピックアップ交換、あ、そう、それもさっき話したが、調整してみたら結構音良かったりしますから、だから意外となんかピックアップって変えなくても良かったりするパターン結構ありますけどね。特になんかもう昔と違って、なんか今ってピックアップも結構質良くなってて、名前のない安物でも結構音良かったりしますからね。うちもこのエンドースしてるアーティストに自分のギター貸す時にピックアップ一通り試してみて何がいいかなってちょっとつけたりしてたんですよ。たまたまなんかヤフオクでなんか2個セット3000円ぐらいで売ってる、なんかバイレースセンサーのなんかピックアップ見つけて、なんかこれ気になるなって買ってみたんですよ。そしたらそれ結構音良くて、あれ、これなんか安物のくせに音いいなと思って、でそのまま渡してみたら、あ、これいいねって言われて、あ、いいっすよねって言って、でそれ普通に使ってもらってますね。うん、だからピックアップも値段じゃないっすよね。うん、だからなんかその、これも前の動画で言ってますけど、音がいいとかの感覚って人それぞれ違いますから、この人がいいよって言ってたやつが自分にとって音いいって思わなかったりもするんですよ。だなんかまあそれを確認できる、まあまあそれもさっきの 楽器屋でそのピックアップが乗ってるギター弾いてみるってことなんですけど、うん、まあその辺はなんか店員の話をうまく逃れるスキルが必要かもしれないですね。 腕を作ったら何か、まあ普通にこの足、次足なんですけど、くっつけらんないじゃないですか。なんかこのなんか組み立ててるって感じがしたいから、自分今度は胸作りたいんですよね。ガンプラとかも作ってましたけど、昔はギターの話じゃないですけど、ガンダムの中に何が好きですかって言って、なんかシードって言ったらなんか叩かれるみたいですよね。 いや、ガンダムシード面白いじゃないですか。多分自分の中でガンダムシードが一番ガンダムの中で面白いと思いますけどね。
でももうそもそもガンダムを見始めたのが、機動武道伝 G ガンダムなんですよ。あれってもうなんていうかドラゴンボールじゃないですか。まあ、あの頃ってもう自分幼稚園生とかですから、やっぱあの作品で自分の、なんですかね、こう、やっぱ子供に子供向けガンダムって感じじゃないですか。だから割かし、あれでガンダムに入ったから、あれは今でも結構好きで、思い出したら見たりしますけどね。で、昔のアニメって熱いじゃないですか。なんか今と違って、これもやっぱ時代背景があるんでしょうね。今みたい、今じゃない、昔ってこういう熱血的なものってのが流行りなのか、今ってそういうの、でもジャンプとかでやってますかね。ジャンプとかマガジンとか、そういう一般向けの本をもう読まなくなっちゃったから、まあなんでしょうね、深夜アニメみたいなのしか見ないですからね。だからなんかこの最近オタクの定義みたいなのをお客様と話してて なんかオタクの定義だと、自分全然オタクに値しないらしくて 例えばそのキャラクターの誕生日とか好きな食べ物とか、やっぱそういうことまで知らないというか、喋れないとまだまだ程遠いって言われましたね。そりゃそうだって思いましたよね。 好きなアニメが共通すると、なんかもうギターの話よりアニメの話したんじゃないかなってくらい話しますけどね。 びっくりしたのが、自分バイクのブログもやってるじゃないですか。で、バイクのブログたどってきたって人がいるんすよ。一人いて、なんかそのバイクの記事でうちを見つけて、で、それでギターのなんかこれをブログとか見てたら、ギターやりたくなって始めて、で、その初めて買ったギターだから、ちゃんと調整してもらおうと思って来ましたって人がいて、あ、そういうパターンもあるのかって、まあ嬉しかったですよね。いや、どうもありがとうございます。だこうやってなんか人に、まあまだ今のところ一人だけですけど、そういうパターンは。だこういう人に影響を与えたんだって思うと嬉しいですよね。いや、自分なんかがこうやって人にこう影響できるんだと思って、そういう初めてギター触る人にこうやって教えられていいですよね。これも以前の YouTube 動画で上げたやつで、その初めて買うギターってでも分かんないじゃないですか、その状態とかこれが普通なのかとか。そういうなんか疑問みたいなのも教えて、弾くのに変な癖とかつかずに弾けるかなっていう、まともな状態にして渡したので、いいギターライフを送れるかなって思いますよ。そうか、その話もそうなんですけど、最初からいい状態になって仲いいのが普通ですからね。